はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。今日はこちらですね、うん、iOS 用のゲームパッドでございますね、うん、ホリっていうところのホリパッドワイヤレスっていうですね、ゲーミングのコントローラーです、うん、Bluetooth で接続する感じかな、うん、それで、これはですね、タクタクさん、あのゲーム実況者のタクタクさんがね、以前紹介されて、即買いましたね、うん、はい、今回はですね、こちらも買ってみました、一緒にね、うんうん、スチールシリーズのストラタスっていうですね、ゲーミングコントローラーでございます。これはこのですね、ホリパッドに比べるとずいぶんちっちゃいんだよね、うん、実際ですね、こちらももう開けてね、遊んでますね、うん、はい、一回だからこれわざわざしまったんだけどさ、うん、はい、こちらはコントローラーですね、はい、ここが十字キーでしょ、はい、でこれがアナログのジョイスティック、はい、で XYAB とボタンありますね、うん、電源はこちらにあってスイッチで上に上げると入ります、うん、上にもボタンがあって L1 でしょ、 L2R1R2 と4つボタンありますね、うん、はい、それでこの後ろにですね、このクリアなケースがあるんだね、うん、これはね、普段ゲームしてるときは後ろにはめてていいんだけど、うん、例えば移動中に持っていきたいときなんかは、ね、うん、これ上にかぶせてこうやって持っていけばいいんだね、うん、そしたらボタンとかさ、壊れる心配がないと、うん、これいいね、うん、便利便利だね、うん、それで実際ですね、こちらで遊んでみた感じだと、うん、こちらのホリパッドの方が操作しやすい、うん、で、エイシン君も両方試してみたんだけど、うん、こっちの方が操作しやすい、うん、ということで、こちらがエイシン君の、こちらが私のになりましたね、はい、ちょっと想定と違う、逆になっちゃったけど、うんうん、ホリパッドの方なんですけども、うん、こちらはですね、USB のケーブルが1本入ってるのと、あとこちらのですね、スマホ用のスタンド、これが入っておりますね。ストラタスの方もですね、この USB のケーブルが1本入ってますね、うん、それでなんでこのね、ゲーミングコントローラー2つ買ったかというと、うん、マイクラ実況だね、うんうん、マイクラ実況をこのコントローラーでやりたいなと思って買ったわけですよ、うん、ではですね、実際ちょっとね、今からマイクラでどんな感じに見えるかプレイしてみましょうか。はい、はい、それではですね、今、こちらの、ストラタスの方を、私の iPhone と今接続してますね、うん、それで、今画面出てると思いますけど、マイクラの画面ですね、うん、まあ、こんな感じで選択できますね、うん、選択して A を押すとワールドに入りました、うん、このストラタスもホリパッドもボタンの配置は全く一緒だね、うん、ただこっちの方がちっちゃくなっただけだね、うん、じゃあね、早速やってみたいと思うんですけども、ジョイスティックの左側、これで方向移動ですね、うん、で右側で視点移動になりますね、うん、はい、それで A ボタンを押すとジャンプ、うん、B ボタンで物を捨てる、うん、で X でクラフトテーブル、うん、Y でインベントリーが出るわけですね、うん、はい、R1 と L1 で持ち替えができますね、うん、はい、こんな感じでね、うん、そして、R2 と L2、R2 でこうあれか、物を壊したりできるわけだ、うん、叩いたりね、うん、で L2 は、あ、 L2 これ食べる、あ、やばい、食べるやつ、危ない危ない危ない。でこれね、やってて思ったんだけど、あのね、操作し、こう動きながら視点を変えることができない、うん、あ、できるか、あ、ごめんごめん、できたできたできた、できるけどちょっとね、ちょっと遅い、遅いんだよ、遅いね、ちょっとね、いや、 A ちゃんもなんかできないんだけど、本当に、あ、できたできた、あ、でもこの前ね、できないとは思ってたんだけど、できるね、うん、あ、ちゃんとできるできる、あ、よかった、これができるんだったらいいかな、これ真ん中のボタンでゲームメニューが出てくるんだ、うん、そうだ、これでオプションでコントローラー見ればいいんだね、うん、これで、キーボードレイアウトでコントローラーレイアウト、これだ、あった、これで、スニークってやつね、ボタン Q ってどれ、ボタン Q ってどれなんだろう、ボタン3になった、ちょっと待って、パパ割り当てた、割り当てのアクションとともに保存しますか、保存した、これでいいでしょう、これで Y を押しながら移動すると、あ、できるようになった、パパ、え、あー、これでいいわ、ほら、なるほどね、じゃあこうやってちょっとね、カスタマイズしていくといいね、これね、うん、自分でやりやすいよね、はい、ということで今回はですね、
この、ゲームパッドを買ってみましたね、はい、iOS 用のゲームパッドで、これでですね、これからマイクラやっていきたいと思いますね、うん、はい、これの難点としてはこうね、白熱してやってるとカチャ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 音が鳴っちゃうんだよね、うん、そこがちょっと気になるかなっていう感じかな、うん、実際ちょっとやってみて試してみないと分かんないかな、うんうん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。